皆さん、こんばんは。この晴天の中、バブル注意報が、このひらめが丘団地にやってまいりました。皆さん、こんばんは。この晴天の中、バブル注意報がやってまいりました。ぴょぴょ跳ねてるのは、ヒデオさんなんです。今回、この真ん中にバブルが、たくさん、ありふれちゃってるんですけど、この間を、やられないように通るという、なんかもうよくわからない遊びをしていきたいと思います。やられずに頑張っていきましょう。俺とヒデオさんを倒すために、みんな一生懸命振っております。よし、じゃあヒデオさん、ここ、やられずに歩いていくよ。怖い。怖いよな、これ。どうする？どっちから行く？ヒデオさん。ヒデオさん、どうする？怖い、これ。やだ、これ。もちゃんが言ったよ。あ、俺から行けって言ってる、これ。怖いんだ、ヒデオさんと。わかった。じゃあ、俺から行くから。見ててね、俺の勇姿を。行くよ。早く行って、早く行ってよ、怖いから。はい。見てる、見てる、見てる。行きます無理だ。無理だ。もう、なんか狭いもん、ここ。ウルちゃんやられたぞ。ウルちゃんやられてやんの。イェーイ。ウルちゃんうまいっす。はい、ヒデオさんの番ですよ。今度ヒデオさん、ちゃんとしっかり行ってくださいね。道作ってる、道作ってる。あ、すごいすごい、じりじりいってる。頑張れ。スライドしてったけど、あいつやられたな。くそ。で、次俺の番か、ヒデオさん。ねちゃん、これ無理ですよ。この、タイミングを見計らって、おお、びっくりした。なんでボム投げてるんですか。あ、痛い痛い痛い、流れ玉が、流れ玉が。行くよ、行くからね。行きます。いやー、ダメだ、ダメだ、ここもう、ここめん。もう無理だ。はい、じゃあヒデオさん頑張ってください。ここはね、やられずにね行ってください。なんか壁頑張って塗っとるぞ。壁から行くのかな。お、すごいすごい。なんかでもね、やっぱバブルすごいわ。ちゃんと壁も消してる。早く行ってもらってもいいですかね。ヒデオさんが怖がって全然行ってくれないんです。すげえ、純粋にすげえ。行けた。先ほどヒデオさんがですね、うまいこと渡ったんで、ちょっと向こうからまたかっこよく渡るとこ見たいと思います。え？かっこよ。じゃあ行けた、僕。かっこよ。ヒデオさん、かっこよ。得意でしょ。